石川あゆみは、富山県魚津市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。魚津市立本校小学校3年時から、本校スポーツ少年団で野球を始める。魚津市立西部中学校では、軟式野球部に所属した。富山県立滑川高等学校では、公式野球部に所属。3年夏の県大会は、 AS として3試合に先発するも3回戦で、富山第一に3対6で敗れ、甲子園出場はならなかった。一学年下に竹島祐希がいる。もともと高校で野球をやめ、復職関係の専門学校に進むつもりだったが、周囲に勧められ大学のセレクションを受け合格した。中部大学に進学後は1年春から公式戦に出場。二年時には、 春の大学選手権に出場し、全国デビュー。秋にはリーグ戦で3勝を挙げ、大学日本代表候補に選ばれるなど、飛躍の年となった。4年時には AS としてチームを牽引し、春は最優秀防御率、秋には5勝を挙げるなど、順調に実績を上げ、プロからも注目されたが、死亡届は出さず、社会人野球の東京ガスへ進んだ。 東京ガス入社後は春のジャバ東京スポニチ大会の予選リーグ初戦でいきなりの公式戦デビュー。5回2失点で社会人初勝利を挙げ、第82回都市対抗野球大会でも1回戦で先発出場したが3回4失点でノックアウトされた。プロからの注目度も高まった2年目のシーズンは都市対抗でチームは予選で敗退。 石川自身も目立った投球ができず、補強選手にも選ばれなかった。日本選手権も予選敗退し、10月のドラフト会議では指名漏れした。プロを意識するあまり、安定した調子を維持しようと練習量を減らしてしまったと前年を反省して臨んだ3年目は、ウェイトトレーニングやランニングを、 徹底的に行ったことで球速が時速 150km を突破しコントロールも安定感を増した。都市対抗では2試合に先発し15回を投げ飛弊だ、8で1失点と安定した投球を見せ、チームを8強に導き大会優秀選手に選ばれた。9月には東アジア競技大会の日本代表に選出され、クローザーとして4試合に登板し、 1> 計1失点に抑え優勝に貢献。同年は表彰対象大会で7試合に、当番五54回で、自責点わずか3に抑え、防御率0.50を記録。年間最優秀防御率表彰を受けた。2013年10月24日に行われた、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツと、千葉ロッテマリーンズの2球団から1巡目指名を受け、 抽選の結果ロッテが交渉権を獲得。ドラフト会議を東京都大田区内の東京ガス野球部のクラブハウスで見ていた本人は抽選を引き当てたロッテ監督伊藤務のくじを引いた右腕を高く上げたガッツポーズを見て鳥肌が立ったと感想を語っている。富山県出身者でドラフト一巡目指名を受けたのは鈴木翔光と中澤正人に次ぐ 史上3人目。外れ1位ではない入札1位としては、また抽選が行われたという点では、同県発となった。11月28日に、東京都内のホテルで、入団交渉を行い、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円で合意し、契約後の記者会見で、これから期待に応えられるような選手になれるように、 頑張っていきたいと思いますと抱負を語った。背番号は12。2014年、オープン戦では4試合に登板。投球回数19回で打者74人に対し、被安打14、基本塁打2、吉四球5、脱三振11、三次席点、防御率1.42、一勝0敗という成績を残し、同期入団の新人選手、吉田祐太、吉原翔平。 井上春地下と共に開幕一軍スタートとなった。開幕カードの対福岡ソフトバンクホークス3回戦で先発起用されプロ初登板を果たした。同期入団の吉田とのバッテリーで5回に3を投げ、被安打8、に失点、自責点0で好投を見せたが勝敗はつかず、チームは3から2で惜敗した。先発2試合目となった4月6日の対北海道。 日本ハムファイターズ3回戦で5回終了時点で34分間の雨天中断などもあったが9回を投げ切り、球数130、被安打3、6奪三振、2よし9、1失点の投球内容で7から1で勝ち、プロ入り初勝利を挙げた。この年の新人投手の先発関東勝利は初で、ロッテの投手でも同年初関東となった。 チームの新人が関東でプロ入り初勝利を挙げたのは2005年の久保安友以来9年ぶり。チームトップの10勝を挙げ、オフにパリーグの最優秀新人に選出された。富山県出身としては初の新人王である。2015年は27試合に登板し、12勝12敗、防御率3.27の成績だった。 ルーキーイヤーから2年連続で2桁勝利を記録した。2016年はシーズンを通して安定した投球を続け、防御率2.16でパリーグ最優秀防御率のタイトルを獲得。勝利数もリーグ2位、チームトップの14勝を挙げた。新人がルーキーイヤーから3年連続2桁勝利をするのは球団史上初。10月18日に 侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表に選出された。2017年ワールドベースボールクラシック日本代表のメンバーに選出され、3月1日の台湾との走行試合では高騰した。その後1次ラウンドのキューバ戦、2次ラウンドのオランダ戦で先発登板した。シーズンでは深刻な不調に陥り、2軍落ちも経験。 8月8日のソフトバンク戦で3勝を挙げて、以降は勝てなくなり、最終的な成績は、16試合の当番で3勝11敗、防御率も5.09と、前年より急激に悪化した。2018年は、開幕から3連勝を飾るものの3連敗を記録。しかし、そこから6連勝を飾ったが、これがこの年の最後の勝ち星になり、7月31日の、 対日本ハム戦では自身プロアーストの霊界に3、10失点こされ2軍落ち。リフレッシュを兼ねて2軍落ちだったのが、2軍調整中に右足を捻挫してしまい長期離脱を余儀なくされた。9月後半に1軍復帰したが、復帰後の3試合は全て大量失点による敗戦で、結局この年は、甲府調の波が激しく、5連敗でシーズンを終えた。シーズン成績は、 9勝8敗、防御率3.92と前年から改善した。2019年3月29日地震初の開幕投手に抜擢されたが6回途中4失点で降板。チームがその裏に逆転し勝ち負けはつかなかった。しかし、当番後の調整中に腰痛を発症し、登録を抹消。10日で1軍復帰したが開幕から1。 過月弱勝ち星が得られず、前年から酔い越しで連敗は7まで伸びたが5月12日対ソフトバンク戦でシーズン初勝利を挙げると、そこから3減少を記録。しかし、交流戦の対巨人戦登板後に今度は右肘に違和感が出て登録を抹消。復帰後にチームの先発陣のコマ数が豊富だった一方、リリーフ陣が不安定だったこともあり、プロ入り初のリリーフに転向。 7月10日の対日本ハム戦で1軍では、初の中継ぎ登板し、プロ入り初ホールドを記録。8月6日の対ソフトバンク戦で、先発の岩下大輝が1回で降板し3番手で4回を、無失点に抑えたことが評価され、岩下と入れ替わりで先発に復帰。先発復帰後2試合目、8月20日の対楽天戦では8回6アンダム4球に失点で79日ぶり4勝挙。 そこから勢いに乗り後連勝でシーズンを終えた。契約公開では球団に明確な時期は明言しなかったものの、将来的にメジャーリーグ挑戦の意思を伝えた。2020年は開幕投手が予定されていたミママナブが左脇腹板を発症、さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕が延期したことで2年連続の開幕投手に抜擢された。 この年は非常に基本類だが多く19本はリーグワースト。防御率は4.25と前年と比べて悪化し7勝6敗に止まったものの年間を通して先発ローテーションを守り21、先発でリーグ最多の133回1、3を投げ、イニングウーターとしてチームの2役躍進に貢献した。オフは500万円増の年俸1億1000万円で、 契約公開をした。2021年は春季キャンプ鬼軍でスタートし、開幕ローテーション入りに向けてじっくり調整を進めていたが、下半身のコンディション不良により2月末の遠征ではチームから離れ調整が遅れた。開幕には間に合わずシーズン初登板は4月13日までずれ込んだ。四月は三先発で防御率点四三であったが、五月は三先発で、 防御率7.00と不調に陥ると、右ヒーちの違和感を訴えて5月24日に登録抹消。6月3日に右ヒーち関節クリーニング手術を受けた。8月18日の二軍戦で実戦復帰し、この日は1死しか取れずに6安打に死急な失点と大荒れだったもののその後は順調に調整を進め、9月1日の二軍戦では5回、4安打に失点の高騰。 9月9日に出場選手登録され、同日の対オリックスバファローズ戦で1、軍復帰当番を果たした。常時セットポジションからややインステップ気味に踏み込んで、投げ下ろす、スリークーター投手。まとまった請求と、フォームの安定感には、定評があり、クイック、牽制、バント処理なども優れている。投手としてのバランスが良く、 岸高行に似たタイプで、大崩れせずに試合が作れる先発関東型の投手。2017年以降は、調子の浮き沈みが激しく、故障も目立ってきている。平均球速約時速1 4 2トル最速時速1 5 4トルのストレートと、縦に大きく割れる、スローカーブ、左打者の外に逃げていく、シンカーなどを軸に投球を組み立てる。他に、 スライダーも交える。本人は自分の武器はストレートだと語っている。子供の頃から中日ドラゴンズのファンだった。ドラフト抽選では読売ジャイアンツとの抽選となったが、これは本当に本心でロッテに引いて欲しかった。セリーグには行きたくなかったと入団後のインタビューで明らかにした。また、バッティングが嫌いなのでセリーグに行きたくなかったとも、 水曜日のダウンタウンで語っている。契約時の会見で同じ東京ガス公式野球部出身の美馬学には負けたくないと語っている。なお、美馬が2020年にロッテに移籍してきたことでプロでも同僚となった。ドラフト当時身長1 8 6トル体重7 3ラムとかなりの細身だったが、 この体重ではプロで戦うには、厳しいと入団までの2ヶ月間に食事量とウエイトトレーニングを増やし、新人合同自主トレ開始時には体重を 81kg まで増やした。それまで着ていた服はほとんど着られなくなったという。好物は天ぷら。春季キャンプ中の息抜きに天ぷらの専門書を読んでいる様子がチーム広報によって紹介されたこともある。 ロッテのチームメイトからは、苗字から石川五右衛門にちなみ、五右衛門と呼ばれている。ヒーローインタビューでは、石川五右衛門の名台詞にちなんで、絶景ですが、決め台詞となっている。趣味はゴルフ。ベストスコアは90代前半という。ありがとうございます。